アンデル・カパ・ロドリゲスは、スペイン・バスク州・ビスカヤ県、ポルトゥガレテ出身のプロサッカー選手。アスレティック・ビルバオ所属。ポジションは、MF、ディフェンダー。SD ・エバルのユースチームで育成され、2012年7月にトップチームに昇格。2012-13シーズンは、セグンダ・ディビジオン B で24試合5ゴールの成績を残し、 4年ぶりとなるセグンダ・ディビシオン復帰に貢献した。2013年8月のレアル・ハエン戦で、プロ初スタメン。9月のスポルティング・ヒホン戦でプロ初ゴール。2013-14シーズンもレギュラーを務め、クラブ史上初となるプリメーラ・ディビシオン昇格に、貢献した。2014から15シーズン開幕戦のレアル・ソシエラ、戦でプリメーラ・ディビシオン初出場。 2015から16プレシーズンからホセルイス・メンディリバル監督によってウィングからサイドバックにコンバートされた。2017年9月1日、シーズン終了後にユース時代に所属していたアスレティック・ビルバオに復帰することが発表された。アスレティック加入初年度の18から19シーズン、前半はオスカル・デ・マルコスの控え扱いであったが、エドアルド・ベリッソが解任され、 エイバル、エイバル B チーム時代の恩師であるガイスカ、ガリターノが就任するとスタメンに抜擢されリーグ25試合に出場した。19から20シーズンの開幕戦の FC、バルセロナ戦では7日前に引退を表明していたアリツ・アドリスのオーバーヘッドダムをアシストし勝利に貢献。また、これがアスレティックに加入後初のアシストとなった。ありがとうございます。